皆さんこんにちは、釣り YouTuber のゆうとじびろです。そして手笠くりです。からのアグドムです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、まあ今ね、アディショナル前ということであんまやることもないかなと思うんでね、いつものオープン6やっていきましょう。いつも知ってます？オープン6知らない？え、オープン6ってなんすか？あのね、僕最近調べたんですよ、オープン6。マジですか？マジ知らないの？知らないです。僕調べたんですよ。はい。したら、オープン6っていうフォーマットがある。フォーマット？はい、シャドーバース。ローテーションアンリミテッドしかないでしょ。まあ、ツーピック。あ、ツーピックもあった。忘れられやつじゃん。オープン6っていう。それはわかんないです。ルールがあるんですよ。ないです。なんと、パックを6パック剥いて、はい。その6パックでデッキを作ってバトルするっていう。そうだよ。なんすかそれ。やつがあるんですよ。しかも、出たカードもらえるんですよ。ええー。うん。めっちゃお得じゃないですか。めっちゃお得だし、しかも選んだクラスのカードしか出ないから。うん、ああ、じゃあ。ある程度狙えると。なるほどね。はい。足りないクラスのね、カードが欲しいときには、普通にパック向くよりそっちやった方がいいじゃないですか。そうそう、とかみんなやった方がいい。なんでプロがオープン6知らねえんだよ。プロリーグのフォーマットには残念ながらない、まあ。まだない。まだないんでね。まだない。はい、知らなかった。で、やっぱこうパックを向かなきゃいけないから、うんうん、あのまだルームマッチ自体が実装されてないっていう、はい、感じなんですよね。残念。で、しかも一番でかいのが、はい、あの一つね、あのなんか伝説のパックみたいなのを抜けるんですよ。伝説のパック伝説のパックは、はい、ゴールドとレジェンドしか出ないパックみたいな。ただそのカードはもらえないです、残念ながら。もらえない。はい。ただね、4勝するとゴールド選んでもらえる。あ、5勝するとなんとレジェンドの中から1枚選んでもらえるということで。もらえる。それもまたリーダーのあれですよね。固定ですよね。固定なんで。じゃあもうほぼ狙えるじゃないですか。もう確定。確定じゃないですか。5勝したらもう確定でも欲しいやつもらえるみたいなもんです。はい。いや、今日説明長いな。知ってるだろ、面白そう。はい、ということでこのフォーマットね、やっていこうかと思うんですが、私ですね、今回の、段で持ってないカード結構ありまして、はいはい、まあまずこのまま真っ黒になってるこれね、マイザー。マイザーね、はい、マイザー欲しいですね、うん、乗り物リッチのカードね、リッチのカード、はいはい、で、まあ、このセリーナ、そしてアンベルト、このビショップ触ってない感がもうバレてる。まあ、はい、アンベルト 1! はい、これはとんでもないです。キーカードですからね、はい。ここはやっぱ拾っておきたいところ。集めましょうよ。はい。で、そして見て見ぬふりをしなきゃいけないのがこちらのカード。ボルテオ。まあ、これはいいんじゃないですか。ちょっとね、あの、ヴァンパイアっていう、うん、あの、やっぱリーダーが、ちょっとクラスがね、あの、ちょっと我々、ちょっとやりすぎてる。確かに、確かに。ネタバレしちゃうとね、すみません。オープンシックスの動画では。ヴァンパイアちょっと、うん、ヴァンパイアやめよう。ヴァンパイアやめる。絶対にも。しかも勝ってないしね、やめて。そう。あとドラゴンね。リュークの近畿。近畿ね。はい。これ辺持ってないんで。うん、うん。はい。ここら辺欲しいですね。まあ狙っていきたい。まあ本命はまあウィッチとかにビショップかな。ドラウィッチビショップ。うん。まあ一応このね、ゴールドラッシュゴーストもいないんですけれども、まあ、両方持ってないのがやっぱりアンベルト。うん。セリーナ。ここら辺、ここですね。はい。はい。じゃあやっていこうかと。行きましょう。取りに行きましょう。はい。はい。おー、これはロイエルフは多分卓になかった気がするね。ないんだけど強そうなね。このアミヤスカも強いし。創術師。どうしても強いんだけど。ちょっと狙ってるレジェンドはなさそうっすね。これさ、オープン6だとグレモリー結構強そうじゃない？確かに。ね、デッキ前10枚だし。うん。で、うん、ゴールドラッシュゴーストも持ってない。そうです、はいはいはい。そこが一番あれですね、うん。でかい。でかい。シャマシャマロキサスあるし。はいはいはい。ロイヤルはなんだあれバニーバロもあるし。うん。ナハト。ナハトもある。じゃあほぼ持ってる。ネクロ。じゃあネクロ行きましょう。のゴールドラッシュゴーストね、はい。ゴールドラッシュゴーストやりましょう。確かに。プレイで。行きましょう。プレイはハードル上がるよ、大丈夫。応募グレモリーもいいな、このセット。ね、エモいな。もうエモいっすよね。エモいな。じゃあいきます。最初の2パックがレビルの旋風。はいはいはい。そこからちょっと古いみたいな。めっちゃ今回根節丁寧な説明が。ちょっと大丈夫ですか？すごいニュートラルしかない。やばい。やばい、これは。ほぼニュートラル。これやばい。サイスシャバー大丈夫ですよこれ。呪いの儀どうかやばい。え？呪いのどうかインパルススカルドリーバー。
とんでもなく弱い、まあ、インパルスで多分使えるかな、うん、あ、いいよいいよ、すごいすごいすごい、あ、いいよ、おー、ベース4個しかない、あー、まあまあ、あ、こっちはいい、こっちはいい、こっちはいい、悪くないんじゃないですか、はい、すごいアグロできそうな敵になりそうだな、はい、おお、続いては前の段、おお、まあ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 、墓守ね、カード引いてほしいんだよね、ちょっとね、ハンドが、おお、オーバーの黒2枚入ってるよ、なるほど、さっきの確定枠とは別の、うん、めっちゃいいじゃないですか、こいつキーカードになりそうですね、かなり今回、そうそうしたら、リアリアリアリメイト5、これはちょっと強いんじゃないですか、何出すんですかこれ、リアリメイトシナジーってね。あ、百鬼夜行、お、めちゃめちゃいい。百鬼夜行3枚。あれ、ということはこれ、グレモリー、秒で出るんじゃないですか、これ。秒で出る、秒で出る。インパルス、すっごい打てる。ね。おー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 。うわ、大事。これがゴールドレジェンドしか出ないという。さあ、このレジェンド。伝説だ。果たして、ゴールドラッシュゴースト。欲しい。いるのか。おー来たー、これはもう絶対5勝する。来たー、グレモリー、強い、強い強い、いや、目当てのカードも出たし、すっごいデッキ強そうっすよね、熱いに、これ組みましょうよ、これ5勝狙える、いけるいけるいけるやってやりましょうよ、はい、じゃあまず、全部始めます、はい、で、確定をまずいきましょうね、グレモリー薬庫を見るてよ、はい、見るてよ、うん、で、まあ、大鶴橋、これはインパルスで、うん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 、でしょう、で、まあ、王の袋、はいはい、入れるでしょうね、すごい惚れますね、うん、このデッキ、さあ、ここからですね、まあ、ここからかなりいろいろ入れれると思うんですが、これ低コスに寄せたいですよね、まあ、そうですね、うん、ネクロインパルスで決めるよっていうデッキですもんね、うんうんうん、だからボーンフリークとか2コスも入れちゃって、スカルドリーマー、あ、強っ、強いっすよ、それアグロの普通に入ってるカードですから、うん、構築に、あと霊魂も入ってるんで、霊魂、霊魂、これか、霊魂の教習ね、それです、まあ、これだってね、ゴースト想像すればいいわけだしね、いらなかったらね、普通にゴーストは打点でもあるんでね、うんうんうん、あれ、カシャあった今、カシャも入れましょう、カシャ入れましょうね、確かに、そうなんで、これね、あの、うんうん、グレモリーさえ引かなければ強い、プリンセスナイトも行こうか、うん、いいんじゃないですか、反動をつなげるカードはちょっと欲しいですね、ツルハシとかも反動減っちゃうんで、うん、回すやカードも入れちゃう、スピリットキュレーター、それは一旦保留します、一旦保留、これは早々のなんかアドはあんまない気がする、ネクロアニマルズは悪くはないけどぐらいかな、まあ、ちょっとタク残してみましょうか、うん、あとまあそこを入れましょうよ、そこ入れますか、アグロなんで、ギタリストは、ギタリストはこれに乗り物乗っけたくないなみたいな、確かにね、打点にしたいですよね、もうなんなら失踪に乗せていきたいですよね、ガンガン、金庫はあれですね、3コスがいいの引けてないから、確かにいらないですね、2コス3点、うーん、墓守はどうなんだろうな、あと5枚、そうそうするカードがそもそも百鬼夜行ぐらいかですね、うん、早々でアドバンテージはあんまないですね、これ百鬼夜行のためにやっぱ1を入れたくない、のあ、確かに確かに、ね、それはわかる、うん、だからまあこれこいつはまあ百鬼夜行のうち先として入れていきます、うんうんうん、もういないんだけど1 マジかない、ないか、こんなカードプール狭かったっけ、うん、オープン6 ね、埋まらないな、これネクロマンス使うカードはそもそも、あ、てかこいつマンドローじゃん、こいつ入れとく、確かに、ね、4-3-3として使うカードとして、そうですね、あとはあと3枚、やっぱキュレーターを入れるしかないかな、キュレーター入りそうっすね、このラインナップだとキュレーター入れて、あとは雑に墓守入れていいかな、進化切らない、255これ入れちゃうぐらいしかなく、タクがなさそう、うん、5コスの54って何でしたっけ、アミュレットがあるなら進化、進化する、こんなカードあったんだ、アミュレットある、うん、なさそう、まあこれぐらいか、あと乗り物が一応あるけど、うん、あれ乗ってから進化するのかな、これしな、しそうだよね、しそうか、これはミルティオ復活、
で、 でも数減るわ、手数減るわ、ダメ。あ、そっか、創造してワンドロって書いてないわ。うん、弱いな。墓守り？やっぱ墓守りなんすかね。堕落の決意確定状況いります？あー、1個あっても悪くなさそう。あと実はこの443もワンドローって書いてますよ。あ、こいつじゃあ鳥の上位互換じゃん。え、介護官墓場増えないし余裕で介護官って言うか、これいいじゃないですか。これとこれ、うん、4コス多い、4コス多いですね。こうするか、これでいい。うん、それでもじゃあこれでいきましょう。行きましょう。行きますか。グレーモリー着地してネクロインパルスかますのが、まあ黄金勝ち筋ですかね。うん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 。オッケー。じゃあ1戦目は私やらせていただきます。お願いします。お願いします。さあお相手ネクロマンサーっすね。来た、先行。よし、あー強そう。いいんじゃない、前期ある、ありそうね。やっぱせっかくだからこれ進化切りたくない。うんうんうん、前期しよう。エンハ5で出しても悪くないですからね。うん、だから今235が埋まってる。で4コストいっぱい入ってるから、うんうん、まあ、大体埋まるっしょ。大体いける。やっぱ応募の袋やべえなこれこれ2枚入ってるの相当心強い。 OP だわこれ。 OP だ、構築だもん。カードなんだ、6で切りたい。悩んでますよ。悩んでますね。このフォーマットでいきなり、うん、タイが桜に当たったらそれは悩みます、はい、これ、ごめんなさい、これやっぱオープン6ってデッキ30枚でね、はいはい、組むのが強いんですよ。です、ね、おお、あ、1位強い。これね、相手のデッキちょっと分厚いの見えますか？厚い、ちょっと分厚いんですよ。分厚いですね。これデッキケースとかに入んないかもしれないな。これがね、うん、やっぱりこうオープン6の面白いところですね。増えないよね、これ別に。まあ、増えないですね。ますね。あ、でも応募が増える。隠されし、自然。確かにその卓あったな。あったかもしれない。お、指打ち、うまい。おお、さあ、骨骨。まあ応募かな。うん、ネクロインパルスも引きました。いいんじゃないですか。これね、ワンチャンこれを応募に当ててこられたりしたらちょっと困るけど。うん、お、あ、ドローしたいってことですね。そうそうそう、デッドメタルスター。なんか相手も結構アグロだな。ゴリゴリきますね。いいな、デッドメタルスター。うん、考えてますね。悩むことはないはず。知らせてください。いや、もしかしたら融合あるかもしれないよ。融合？鋼鉄と機械の神がいるかもしれない。デッドメタルスター出したのに、うん、そんなことある？融合あるかもしれないから悩んでるね。融合ネクロないよね。ないと思いますけどね。お、おお、まあ、でも当たってるね、一回ね。うん、ドロー見ても良さそう、うん、なるほど、面白い。アタックが生まれてきますね。まあ、カシャでいいかな。ちょっと次のゴールドラッシュゴーストでもうバーって処理できそうなんで、うん、ここは一旦整える。いい、ね、強い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 。いいよ、そうそう、先もね、きましたよ。5、6あるよ。強っ、おー、強いな。ちょっとこれ怖いですね。何が走ってくるか分かんない、うん、まあ、ここはゴールドラッシュゴーストいきますか。まあここはツルハシのタクも結構強いですね、うん、3、5を処理して、うん、5、5が立つから確かにな。ずらしていくか。さすがに強そう、うん、
スラジ。これは当たっていいんだよな。どっちが先でもいいのか。まあどっちでも。とりあえず一回顔に行く。ゴーストだけは進化させないようにしよう。あ、顔に行けば問題ないです。ゴーストだけは進化させないように。なんかありましたっけそれ。いや僕はレイジでやった。あ、そうだそうだ、なんか記憶にあると思ったら。そうだ、ゴースト進化。人生で1回しかしたことないミス。レイジでやる。レイジでやる。うわー、すごい。素敵、強い。来た、呪いのどうか。どうか、アイテムいい。マッチョ。5足した8の13点リサルがあるんですね。クラガリネクロインパルスで。あー、はいはいはい。進化使って15。ゴータス8、そっか。そうっすね。だから、ここでゴールドラッシュゴースト進化じゃなくて進化せずに3体殴っておくと、みたいなのはあるけど、やっぱこれかな。うん、まあ、強いっすよ。かなり強いね、これ出てくるやつは。デッキパワー高くない？うん、普通に強いカード入ってますね、うん、これは5勝だな。あー、3回復されるかな。こっからバフがないんじゃないですか。ガブリエル？ガブリエル。あー、まあ破壊ね、マミーコックね。4回復されたわ。そういう回復の仕方ね。やばい、呪いの動画強い。なんか普通リソースで強い。グレモリー発動するよ。あれ？本当だ。でも20手は多分無理な気がするけど。20は出なそうですね。無理っすね。まあグレモリー置きますか、とりあえず。どれで発動させるのがいいんだろう。これかな。3点与えて。次の進化でグレモリー置きとかでも強そうだし。結構難しくないこれ実は。うーん、鶴橋進化でグレモリー発動するかとか、破壊、そうですね、早々分で、そうそうか、そうですね、顔に点入れたいですね。別にグレモリー置かなくてこっちの方が強そうだな、スカドリの方が。ラスワで取っといてみたいな。うんうん。うーん。グレモリー置かないといけないですね、次最初に。ああ、確かにそう考えると、グレモリー置くわ。グレモリー置きます。置くのが無難そう。大丈夫かな？この7点入んないと。間に合わねえか、これ。ああ6点、1点が、まあまあまあ、ね、1点ぐらいは次許容。はい、次で4、5+8、13点が見えてますね。だから22が残ればリサル、あ、もしくはダメか、強襲っても面が足りないか。そうですね、うん、22が残ってくれればリーする。あ、なんならいっぱい残りそう。いっぱい残りそう。おお、強い。強いぞ。強いぞ。いや、なんか久々にすごい強いデッキな気がする。ね。意味不明なカードばっかりでしたからな、最近。なんだよ、あのベノブコブラみたいなカード。ベノブコブラもマジ相棒だったから。やっぱグレモリー一緒。マジ。ありました。これはいけそうだ。さあ、お相手ロイヤルです。ロイ、先行いいよ。勝ったな、これは。え、敵つえ。おお。クリジョンも2、3、4。いや、でもハクモリがね、どうなんですかね。ハクモリ。ダメ？強くはないよな。ハクモリだって出てくるのいつよ。一生開かない。6T。流します。最低限の2コスってことで入ってるだけなんで、うんうんうん、29枚でデッキ組めたら入れません。
いや、スカルクレインめっちゃ偉いな、これ超偉い。曹操が本当に足りないと思うんで、このデッキ、うん、超偉いわ。下メールネスターから出てきましたね。なんかさ、相手のデッキ、分厚いです。なんか36枚流行ってんすか、ね、流行ってますね。36足す4なら40枚かな。でも48枚あるからね、8枚抜いてるわけだもんね、ちゃんと。確かに。だから基本はやっぱ強いカード入れた方が強いと思ってる方の方が多いかもしれないですね。確かに。まあそういう選択もありますもんね。まあ別になしじゃないですよね。オープン6は無限大ですから。まあ、これは難しいですね。2に当たった方が良さそうな。夜行から見ても良さそう。で、応募タックそんな強くないんで。6応募も。そう。だから、ちょっと夜行見ますか。なるほど。うんうん、あ、いいね、つながりましたね。スカルドリームのえってかやっぱデッキ強っ。デッキ強いっすよ、ね、相当強いっすよ多分。強いカードしか入ってないんだけど、うん、なんかプレイ感覚がさ、普通のネクロって感じがするもん、うん、うん、普通のアグネクって感じなんで、すごい手に馴染みますね。さっきもそう、ツルハシとかめっちゃ強かったし。あー、なるほど。あ、ちょっとでいいじゃん、ちょっといい。確かに当たって暗がり考えてたんですよね。もうここで6点ぶち込むのもかなり強そう。うん、頭6は基本上取りされないから、うん、それ相当強いなって思ってんで、やっぱそれいきますわ。次の準備を、うん、いけ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 、いきますよ。これね、よくアグロネクロでやるタクっすね。なんかこのやつ64走ってきてさ、うん、不快だよね。不快。これ構築だと後手4って基本ラミより切りたいんで、44だけでも嫌なんじゃね。うんうんうん、今回は神髄で取られてしまいましたが、でもこれゴールドラッシュゴーストの切りどころかもしれないですよ。これもう行きましょう、何もいいカード引かなかったら、うん、一応選択肢は増えた。いやでもね、2個引くか分かんないし、まあ、プリンセスナイトゴールドラッシュ進化とか、あ、確かに3点入れる意味があるのかと、うん、あります。あるね、しかもこれ見えてるし、あるでしょ、なんかあるよね、3点と、なんか相手の顔に、ね、あります、あります。不死者出ても強いし、これは全然これでしょ。リソースも、お、なんか出た、乗り物出た、お、あーでもあれか、ネクロマンスが足りないのか。そうですね、まだ6なので、ね、まだまだ車か、車出すのすげえな、うん、バイクじゃなくて魔導走行車を出すんですね、うん、これまあ普通に王のムクロで強そうだな。この重厚なる盾を見よう、黒き破滅を、もうし、ただこれは上取りはできないですね。マサナナ、お、能力も使えるという一応非常に魅力的だが、いちいちに別に打っても強くない方法で、うん、で破壊されてインパルスで勝ちでしょ。強いぞこのデッキ。まずでけえ勝負。あ、ワンドローしてくれた。次はじゃあ2点確定？もう1つ。あ、もう2つあんのか。もう2つですね。相手はビールのダメージか不死者。うまく不死者が出ないな。うん。が、死亡られた。嫌ですね。いやー、それは嫌だ。しかも選択できないの。かなり深いですね、それは。おー、しっかり当たらずに。当たらずの。まあ、もうツルハシになるのかな。難しいっすね。あー、むずいね。病院にバフはかけられない。プリンセスナイトが何を引いてくるかわかんないっすね。ツルハシスタートかな。
で、ドローを見てから、うん、ほぼ回収できるけど憎い。で、ここはゴーストでまずコメントってオーボもらおうか、うん、オーボもらうの強そうですね、かなりもらえますね、これ裏技きた来た、犠牲になってもらう絵描きにはで、犠牲になってもらいましょう面強っ、骨骨出す、出そう、うん、出しろく、次のネクロマインパルス強いなぁ、デッキ強とんでもない、死者が今、死者消えたら、あさよなら、死者消えたら、そういえばこのフリーク出さなかった方がよかった、いやまあ、運なんで2分1 2分1そうかいいんじゃないですかね。さあ、ほぼほぼネクロインパルスでのリーサル見えてますよ。で、面全部返されたとしてもリーサルだもんね。そうですね、グレモリーが出るし、あ、それはまあ関係ないか、44があるからグレモリー出んのやば、グレモリーが出るんですよね、これ。実はここのグレモリー出るの邪魔なんですけどね、間違いないこれゴールドラッシュゴーストもらえるかもよ、もらえそう、熱いよ。次グレモリーが出たとしても、うんと5たす13点か、あのゴールドラッシュの2点も含めたら確かにすごい出る、もうほら強っ強っ強いね、ありがとうございました。ネメシス先行、先行取るね。いやね、ほんと最初の1パック目を向いた時はお、ミルティオ、ミルティオ出してちょっとってなるんだよな。ミルティオキープしていいっすか自分、悪くないと思います。自分ミルティオキープしていいっすか、うわーやばいやばいやばい、ちょっと数少ない1引け、うわやばい、これで100個3枚が構築だったらめちゃくちゃ強い手札なのに、かさばりましたね。頼む1いけ、1とは書いてあるバイまあ次打たしてくれれば全然つながる、1とは書いてあるんで2に出してくれるでしょ。ラミエルとか来たら悶絶、おしゃしゃしゃ、誰だあの誰、こちらお相手のデッキ薄いです。あ、これはちゃんと強いカードを引く確率上げてる、はい、オッケー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 、まあ繋がりましたね、だいぶ繋がった、うん、また100脚打てるしね、夜行スピリットキュレーターかな次は、うん、で5ミルティオ、うん、勝った、勝ちました。ちなみに5ミルティオのバリューそんな高くなさそう311出てきちゃう1 1 キュレーターから2択、まあまあ言うて、まあ言うてね、出さないです311はタイガー桜井は、おぉすごい3って書いてあるカードいっぱい来た。まあ次ミルティオ行くんで先にキュレーター行っとこうかな、うんうん、え、これどうしようかな。でも捨てるカードがプリンセスナイト、カシャなんじゃない実は、なんなら、うん、どうせ多分次のミルティオでスカルドリーマー捨てるんですよ。確かに、だったらそこで捨ててもいいみたいなありそう。ここでね、なるほど、なんならスカルドリーマー出してミリティを突進もあったかも。うまいね、アングムさん、オープン6知らないのにうまいねスカルドリーマー出しのミリティを突進やば、それじゃん強くね、やばいやばい、ジャスパー強い。あ、でも上取りはできないですよ。でも3-3出しておいたおかげですね、これは。ですね。うん。でも全然いいでしょう。強いけど。これ、スルハシ操作していい？スルハシ引いてきたら超強いですよ、これ。
くよ。鶴橋とプリンセスナイトかな。うん、ちょっと大きいの出したいんで、いちいちが出ないことだけ祈りましょう。ちょ、頼む、鶴橋来てくれ。強い強い強い出たら、うわー出たー、うわ最高。これ2回出るんだよね、消滅した時か。そうなんで、これは、うん、あの出ないです、ゴーストは。3-3 かな。あ、これうん、ジェネレート9、ジェネレート9強っ。オーマイガー。まあ3-3を取りますかね。なんか出てきたバイク。え、これもうだってインパルスインパルス見えてますか。インパインパしちゃうっていいの、オープンシックスで。いや、ほんとスパイスシャワー3枚の時はどうなるかと思った。導火2枚、スパイスシャワー3枚。やばっ、まくりましたね、古いパックで。まくった。うん、ネメシス。そうですね、ツルハシからミルティを破壊するとミューニエとかケアできるんですけど、オープン6はもう4-4立っといた方がいいですね。なんで？ん？あー、ミルティを破壊か。そう、ミルティを破壊でもいいかなっていう。確かに確かに、これ消されたら負けだもんね。うまいね、アグノムさん。コーチで使われてるカードしか入ってないんで、これオープン6は知らないっす。お、これはまあ普通にオーボの袋いっちゃおうかな。うん、上取りできるし、うん、強そう。強い強い。勝っただろう。さっきから先行6応募しかしてない。1、2、3、4。これ全処理されたらグレモリ出ます。マジっすか。あ、そっか、出るか。うん、全処理どころじゃなくて、あれか、応募だけでも出ますね。応募だけで1、2、3増えて通常16っすよね。16、14。さあドロー募して、あの、お、あ、これ出るな。出ますね、出なければ。クレモリは、つまりインパインパができる。インパインパで何点？インパインパが、あれ4422が残る。そもそも1020、14点かな。だってクラバリン、あ、てか邪魔だなグレモリーが。悪霊をインパインパで何点な。悪霊インパインパできないや。できないけど、インパインパこれ多分足りてんじゃないですか。6、12、12、14、16、18点。余裕か。余裕強い。進化なしでも足りてますね、これは。オーマイガー、わぁ嘘でしょ。オーマイガー、構築やん、強すぎる。ありがとうございます。さあ、お相手ネメシス、ここです。ここで来てしまいましたか。高校か。カーニバルネクロマンス入ってたんだ。カニネクキープしたいですね。早々札結構入ってるし。7で出すってこと？あ、普通にドローか。あ、ドローで。うん。2-2-2、剣ドロー。まあ、一旦目はボンフリークしかいないから。うん。うん、怪しい。料理人自然じゃないの？料理人は何でもないですね。あんなにだけ自然なのは。はい。うわー、すごい。1、2、3、4、5、6択。6択すごいよ。これはすごいことが起きる。何どれ出すの？まあ、墓守をどうするかですね。これを早々先にするのか、置くのか。墓守に見えたんですよね。うん。ね、まあ前寄せで行くには後手っていうのもあるし、あえて2-2に出てるし、一旦受けてそこから墓守り空いたターンで巻き返すのを狙っていこうかな。ストリングマイスター来るかもしれないからね。これなんですか。 HPP 余ってると出すんですね。結構強いですね。ですね。なるほど。残したくはなさそうな。
まあ、なんですけど、このターンアスカルドリーマー行きたかったんですよね。うん、次のターンにね、そう、3本取れると、うん、乗り物を置いておきたいんで。そっか、料理人進化教習とかで、うん、だから、うん、お、強っ。まあまあまあ問題ない。これ結構運ゲーになっちゃいますね。そうっすね、料理人左に当たるとかなり嫌な気分になる。お、スカルドリーマー引いた。それでかい。あ、でっか。スカルドリーマー当たり料理人進化ってことですか。でか、やばい、構築ムーブきた。構築でもできない、こんな。すげえ、一気に巻き返した。これちょっと次早々カード来たいですね。なんかそうですね、早々来たらとんでもなくなりますね。カニネックのドローから墓守のドロー、やっぱミルティオじゃないですか。ミルティオ欲しい。ミルティオで、ミルティオ来たら、おー、コメントライトなんかぶっ刺さった。まあここで吐かせてね、うん、いいんじゃないですか。次のね、強い面を作りに行きたい。頼む、見てくれ。なんか、わー強いな、相手も。多進化キラス、なんか引け。あー、お前か。悪くないですね、行きましょう。うん、うん、3出るの？これ2点じゃないかな。あ、そっか。うん。進化。あ、普通にこれで上取りできるし。カード引きたいな。カード引きたいな。さあ、車か。これ墓守が乗りますね。勝手に乗っちゃうのこの人。多分勝手に乗っちゃう。うわー、何枚入ってんだこれ。うわー、こっちの乗り物軸にすごい嫌だ。何それ。ビームヨーヨーがある。あ、パラダイムを下げるやつ。乗る、下げられた。あー、リソースいいね。うん、なるほど。なもん破壊されてないから7で切らずに、うん、ドローで使う。それカシャから見ていいんじゃないですか。うーん、カーニバルのワンドローから百鬼夜行とかつながるといいかなみたいな。なるほどなるほど。ちょっとこっちからいってみますね。百鬼夜行来てくれー。うわおー、これ2枚入ってたっけ。赤堀2枚ですね。なんでこの人破壊しないの。破壊しなくなっちゃった。こう、つながりはした。ちょっと破壊してよ。そしてなんか出た。お、死者。ペアドレドナサー、3枚目くるか。本当にいい加減にしてほしいです。ブロンズだからめっちゃ手に入っちゃうんですね。お、パラシフしたあたりが相当弱いぞ。なんならカーニバル残るんじゃないか。カニ残りはかなり熱い。トップ夜行。あ、でもあれだな、一応あれあるな、人形。あ、そっか、まあ人形切ってないか。そうですね、切ってないですね、ドールゾーナーの人形。まあでもカニネクを取るか、なんなら不死者取りたくない。なんなら、うん、邪魔っすよね、これ。難しそう、相手どれ取る。迷ったら顔。顔顔。迷ったら顔。カニネクかな。うん。見返されたね。なんか。おお。次のターンのリサル見えるのか。なんか、まあ、ポン置きするしかない。ここは高はないんですけど、顔を、顔を取っておきましょう。ドロー。
ありがとう、ゴールドラッシュゴースト。偉い。普通に偉いな、こいつ。不死者ドローをこう、あれだから次に打点か。かな、うん、ドローに墓プラスがついてんだっけ。ですね。ドロープラスハゴジージか。なるほどね。まあ普通にこのボードが強くて、うわーカルラー、カルラかなり強いな。不死者で運ゲー、不死者で運ゲーした。世界にあらず何時なり分かり合えん。で、わざわざタグ狭めてくれる。当たっちゃうよ、当たっちゃうよ、当たっちゃうよ。えい、えい、インパインパはネクロマンス足りない、足りない。足りないからツルハシで、ツルハシ弱いな、弱っ。じゃあナスティングですね。ですね。ちょっと弱いターンできてますね、うん。ここ破壊されたら次グレモリーからインパインパができますね。グレモリーインパインパでリーサル。リーサル12点じゃない。そうですね。12点だからいけますね。これは見えたか？見えたか？守護。パラダイムちょっと一応あるからね。7パラダイム打つか。おお、おお、5。強くない？廃品の選別。アーティファクト回収された。やばいよ。1コスト3ドローだよ。2コストか。2コスト3ドロー。これはまだゲーム続くか。続きそうっすね。まあ甘えるっしょ。まだまだ。ライフ11だし。うん。とりあえずずらしとっとくかっつって。甘えてくれー。あー出すか。あーでもね、あ、進化切るとどうだ。3、4取って8だから、いや足りるんじゃないか。足りたな、足りる、うん、足りたな、足りましたね。これクレモリ起動するんで強襲なのか。強襲ゴースト当たり、当たり、インパインパで、インパで12。うわーすげえ。きた強すぎる。なんじゃこのデッキ。構築オーマイガー、ありがとうございました。さあ、最後ビショップ、ビショップです。ご勝。いやー、おわー強い、強いよ。久々だよ、これ勝ったら。強いよ、相当久々よ。行きましょう、頼む、ゴールドラッシュゴーストをくれ。俺にやらせていただきます。最後ゴールドラッシュゴースト使って勝ちますよ。なあ、もう2で出しそうだけどね。2で出した後ミルティオから出して進化切ります。強っ。パワー高っ。アンベルト、アンベルトはやばいでしょ。1アンベルト、ほんとやめて、アンベルトだけ全然あるよ。1アンベルト、やめて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 。でも相手の方30、40枚だ。40枚流行ってんの。40枚流行ってますね。もう出しましょう。22、おお、もしかしたら30枚でいいって書いてないかもしれない。見落としてるかも。確かに、うん、知らないもんね。40枚じゃなきゃいけないと思ってる可能性高い、うん、構築してたらまあそうなるよな、うん、確かにね。あ、まあ、横並べもある。打点相手2パスしてるんで、うん、もうここはネクロアニマル来ちゃ、バフ引きたい、バフ負けられないよ、負けない、値負けたらもうひどいことになる。ひどいことになります。
じゃあごめん悠長っすね。ごめん来ちゃう。わあ、ほぼも引いた、勝った絶対勝ちました。あ、もうない、何もない、全部引いた。そういえばゴーンフリークも確かに決1か。全然いいでしょう、リソースはいくらでもある。来るとはいない。うん、まあ、まあ結構強いではあるが、悪くないんじゃない、そのカードは。強いではあるが、あーゴールドラッシュゴーストが取られてしまった。そしてミルティオで応募のムクロ、絶対に早々したくない。バフ、タグですね。タグですね。まあでも、もうなんか行きます、ね、押し付けてもやさそうな気がする、うん、別に2枚あるんで、うん、ここででも言うて強いし PK。あー、そんな強くないな。まあ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 言うて、はい、フェイス進化、進化フェイスです。これこんな、これはかなり面強いよ。鳥が出てきたところで4-4-2体なんていうか、かなり強いですね。来るとないよ。5ターン目は何ですか。あー、ドローがおぉ、されてきて、ロレーナ強いな。あ、めっちゃ返された、思ったより。2人ロレーナか、大丈夫かこれ。ちょっと危ないぞ、普通にちょっと危ないぞ。 A21 取られるでしょ、結構危ねえな。うん、6オーバー確定なんですが、これ3人取りカオカオみたいなタック全然あるんですよね。3人取りしとけば、うん、普通にあのロレーナが暴れるってことないよな。ないですね。これでいきましょう。これで霊魂の教授のゴーストが一応あるんで3だから3点残れば、うーん、おー、強っ、やばい。そんなカードが、まあ、言うて教習の3点。顔きた、顔、あー、開けない、ん、開けない、ぶつかってこいってことか。開けないパターンはどうだ。あー足りないか、厳しそう、足りない、うわ、足りない。1やった、ん、リッチ進化は一応リッチ進化の足りる、足りそうじゃない、足りた、なるほど、いや足りてるはず、教習の3点があるから。そうだよね、なるほど。というか5個進化でも、はいはいはい、来た、なんなら来た、見えた、来た、うわー、あ強すぎる、強すぎるよ。何ヶ月ぶりの5連勝だこれ、5連勝だ、長かった、ここまで長かったさあということで、はい、見事5連勝達成、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、久しぶりな5連勝ですよ。なんか始めたばっかの時に5連勝に2連続ぐらいしてさ、そうですね、あ、このゲーム簡単だなとめっちゃ調子乗ってた気がする。そっから多分前で1年ぐらい勝ってない、半年ぐらいかな、だいぶ勝ってないと思う。1年ぐらい勝ってないんじゃないか、勝ってない、ペグさんとやってマハル君とかもやっても勝ってなかったからね。5勝は見たことない。ついに来ました、やっとプロになれる。これでプロへの一歩が近づきましたね、うん、いや、デッキめっちゃ強かったデッキゲーっていうことが結構露呈しましたけども、はい、いや強かったね。じゃあゴールドラッシュゴーストの方、はい、いただこうかと思います。もらっちゃってくださいよ。すごいですよ、うわすごいことですよ、強っ、ね、全部選べるカード強しかも見てください、ルピーももらえる。えめっちゃお得ですよねこれ、黒字だって、うん、黒字ゴールドラッシュゴーストもらってプラスって言うでしょ
そっかそっか、やり得すぎる。しかもパックももらえてると。うん、まあちょっとデッキ強すぎましたわ。やりすぎた。うん、さすがに力を誇示しすぎました。そうっすね。はい、こんなで勝っていいんすか。なんか文句あるんすか。文句あるんすか。いや大丈夫っす。まあね、また次回があれば、はい、まあアディショナル5とかもあるしね。はいはい、そうっすね。はい、次もまたやりましょうよ。5連勝して10連勝してやろうと思います、うん、合計10連勝したらさすがにまあプロリーグのフォーマットにもなるんじゃないですか。実力ゲーだわっつって。確かに確かに、うん、なって僕たちがプロになると、はい、転向したいと思います。それで皆さんご視聴いただきありがとうございました。皆さんもやってみてください。ください。バイバイ。バイバイ。